時々気晴らしにディスコ行ったりしたよ。え、この顔でディスコですか？この顔兄弟何人？2人。あ、お兄さん？え、全然似てないよ。でも本当にパッキョも働いてたんだよ、築地で。そうですか？本当だよ。じゃあいたらお前ら坊主だぞ。例えば、まあ、それは私が東京来てすぐの話なんですけども、その後、その東京の池袋から私は神奈川県に引っ越すわけですよ。で、まあ、当時17歳か18歳ですよね、うんうん、まあ、一番、まあ、高校行ってれば高校行ってる高校生じゃないですか。でそういう時に、まあ、パチンコ屋にバイトで、住み込みで今度入れて、まあ、年齢嘘ついてね、この前の冨樫で喫茶店の話じゃないですけど、18歳だって嘘ついて17歳だったんですけど、でパチンコ屋に今度は住み込みで入りました。まあ、6時に起きてロードワークして、まあ、1時間ぐらい走りますよね、うん、で7時ぐらいからまあちょっと休憩して、9時からパチンコ屋に行って、9時から5時まで働いて、うん、で1時間休憩して、まあ、6時半から8時ぐらいまで練習して、うん、まあ、帰ってきて飯食って寝るみたいなスケジュールなわけですか、うん、その時17歳でしょ私、まあ、17、18歳、うん、で、まあ、世間では、まあ、いわゆる青春ですよ、うん、ちょうど一番いい時じゃないですか人生で、まあね、で女もやろうと思うんですよ。これ流してるけど、そういう一番この人生で楽しい時、私は朝の9時から仕事して、5時まで仕事して、夜の10時に帰ってくるという生活を、まあ、365日してるわけじゃないですか。これも我々からしたら当たり前のこと、これ世界チャンピオンになると思う。もうそうだよ。自分の目標のためにはこんなこと当たり前だと思ってるんですけど、旗から聞くとすげえと、まあね、17、18の子供がね、よくできたねって言われるんですよ。だからこれは我々からしたら苦労じゃないけども、まあ旗から聞いたらすごいねとは言われますよね、うん、食べ盛り、遊びたい盛りじゃないですか、我慢が僕らからちょっと想像できないでしょ。僕も今考えたらすごいなと思うんですよ。でだけど私の場合前も言いましたけど、18歳から20歳までは20万もらったんですよ、全部フレアですから。プレで畑の苦労っていうのはに前半使いすぎて後半行きたいのに行く金がなくて苦労したって話。バカやめちょあるよ、10日間ぐらいで行くんだよ20万を。まあでもあれジムにそういう仲間がいたらそうなるよね。仲間は僕一人で行ってるからちょっと。ああ。やっぱ一人ですよ。居酒屋も一人じゃないか。居酒屋。飲み屋も一人。そうか。いや私は友達と、まあ、飲みに行ってご飯食べに行ったりさ、うん、で私とか浜田剛とさ、浜田剛と友達の朝とっていうので、まあ、いずれチャンピオンになるんだけど、その3人でよくね焼肉食い放題見つけていくんだよ。これが楽しかったな、はい、金曜日土曜日の夜になると。ちなみに富樫さん、浜田さんっていうのは富樫さんと同じ同じです、あれなんですか、同期で同い年なんで。あ、そうなんですか。そうそう、だから仲いいんだよ。なんかどう見ても向こうの方が貫禄もあるし、なんか同じ年に思いやってるそうだね、そうだね。いつもさ、富樫さんがさ、あの浜田さんのこと浜田って言うからさ、え、なんでこのさ、自分より年上の人がこうね、タメ口で言ってんだみたいな思ったんですけど、違う、同じ年なんですか。同期あ、浜田剛さんと同期。同期だよね。信じられない貫禄ありすぎますね。すごい貫禄だよな。でだから、ね、焼肉食い放題とかさ、安いとこ見つけてさ行くんだよ。これがね土曜日の夜の楽しみだって。当時練習終わってから。え、それって昭和50年代でしょ。そう、50年代まだ4回戦だから、みんな。え、4回戦の頃浜田さん仲良かったんですか。そうそう、浅戸がうち の同じジムで仲良くて、浅戸と浜田は同期で仲良くて、でよかった。で3人でもあったりして、帝拳ジムさんと共栄ジムさんだけど仲良かったんですよ。そう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 、浅草さんって俺たち関係ないですよね。それしかもね、沖縄って嘘ついてる沖縄じゃない沖縄バイオ無理だね。沖縄つながりで一応なんか浜さんと沖縄つながりで浜さんと近くなったんでしょ。じゃあ浅草だって浅草大理出産でしょ。何回も言うけど、うるさいよ。俺も沖縄だって多分、あ、浜田さんと仲良くなったのって多分俺も沖縄なんだみたいな話で仲良くなったでしょ多分。違って、いやそういうのは頑張るんじゃないですか。浅草が同期で私のジムに入ってきたよ、共演にな。それで私が1年先にいたわけだよな、高校3年からだよ。あいつら卒業してから来たの、はいはい、それで仲良くなって同い年っていうので。トカシさん、その時俺も嫌だっつって、ちょっと先に入ってるから先輩ずら超えたんでしょそん
な したかな絶対とかしたらその時そうでしょうねタケちゃんの言ってる意味がそれで仲良くやってご飯食べに行くで浜田と浜田仲いいんですよお呼べ呼べってその時誰も世界チャンピオンじゃないからまあそれはそうですよ行くぞ行くぞってあのよく行ったんだ新宿その時は渡嘉敷さんはどのぐらいだったんですかあの4回戦とかですかその頃4回戦、まあ、デビューしてちょっとぐらいじゃないまだ新人始まってないんじゃないかなで同じ新人を出て浜田さん取れず渡嘉敷は新人を新人は浜田さん浜田さん取れなかったじゃないですかその時は取れなかった取れなかったんですよ浜田さんねそうそうそうで、トカちゃんは信じよう俺は信じようわーじゃあ立場すいません立場すいませんちょっと、まあ、そんなあんまり信じようじゃ上も下もねえだろいやだけど、うん、同期で信じよう出てしかも年同じじゃないですか向こうはアマチュアのエリートでしょ、うん、そうそうそうアマチュアチャンピオンだからね本来だったら同い年同期の新人を、うん、でなったとなんないじゃ天と地をさせないです、うん、だって、うん、立場的にそうじゃないですか、うん、そこは天と地までいかないから信じようぐらいだからまあ、天と地まではいかないけどやっぱりちょっとこう座布団変わってくるわけじゃないですかまあまあまあそうだねでもまあよくそういう同い年の仲間で時々気晴らしにディスコ行ったりしてボクシングダンスとか行ってさ流行ったんだよイギリスでちょっと待って嘘のようだけど本当の話ちょっと待ってこの顔でディスコですかこの顔は関係ねえだろいやボクシングディスコが流行ったディスコクラブですかいわゆる今でいうクラブみたいなんですかが流行ったのイギリスかどっかのボクシングで、あ、ボクシングダンスっていうのが流行ったんだよ。それで俺らステップ踏みにいつもこう土曜の夜になったら行ったんだよ。ディスコに行ってたんですか？ディスコで練習したんだよ。ディスコで練習。渡嘉敷さんでもあれですね。昔はかっこよかったですねってコメントありますよね。昔はやっぱりサンドバッグ見てやるから顔がピッときついんだよな。あれが良かったみたいで。あとね、ボクサーっていうのは打たれると。いいかこれちょっと待って俺は弱いパンチで数多くもらったけどお前ら強いパンチでバカンバカンもらってんだから僕そんなもらってないですよいや医者で調べたら絶対お前のなんかくしゃくしゃやってる俺腐ってる渡嘉敷さんの当時のごちそうは焼肉そう焼肉食べ放題安いのであったから僕は焼肉ですよ肉ですね、はいそうだよね僕の場合はね前も言ったかもしれないですけど川崎に住んでましたねあの家の近くに青森の同じ同郷の人が寿司屋をやってたんですよああいやこれは言ったのかね言ってたな寿司の話そう寿司、はいはいはい、トロとか中トロとかね、はいはい、こんなうまいもんどこにあるんだと世の中にと思ったぐらいびっくりしたんだからあの持ち帰りの寿司屋の小僧寿司だったんですけどもあれしか食ったことないんだからこれがねこっち出てきて同じ青森だっていうだけでさおいいよ俺5000でいくらでも食わせてやるからっていうわけですよすごいですね大トロ中トロ何でもいいんですよウニ寿司は5000だよかなりしかもカウンター寿司ですからおうおうそこでさこれか5000これが何があるんですか何が好きだったんだよ大トロとかですよとにかくおうおうおうでだから焼肉屋のカルビそして寿司屋の大トロ、ね、こんな甘いもあるのかとこれもうね二大巨頭ですよああこんなうまいの世の中にあんのかとで俺頭悪かったからイクラばっかり食ってたなあれサザエさんのイクラちゃんが出てくるあイクラがいいしあんまり面白くないはっきりやはっきりやがサザエさん全部ネタじゃないですかカツオにしろいやそうだけどそうだけどイクラって俺ねえ高いイメージあるじゃんあれ美味しかったよちょっと待ってボクシングやって豊かになったけどその前そんな貧乏だったの貧乏ですよいつも金の話してから貧乏だったのいや貧乏だから金持ちになりたいと思ってそうだけどねお父さん何やったのそんな貧乏だったの貧乏ですねえ兄弟何人2人兄貴あお兄さん俺ですよいつも呼び捨てじゃ秋鍋秋鍋秋鍋っていうの秋信お兄さん、ええ、本質が全然似てませんねお兄ちゃんの側にモテるもんね腹違いって言われてるんですよえ全然似てないよでも本当にいや昔からろくでもないやつそう昔はどんなやつですかボクシングやる前は子供もですよこのままろくでもないやつ何も変わってないですよ、うん、そうですかあの腹違いですかそうそう種違い種違い親父がおふくろに聞かないと分かんないですえ、タケも兄弟いるよな兄貴もさあ、俺も男4人だ男4人なんですか男4人で3番目だからこれですね、結構バカよそんなこと言うなお母さん
ってバカそんな流せるやつお前らと喋ったピーピーピーバカじゃない。ごちそうの話ありましたけど。ごちそうの話したっけ。もう酔っ払ってきたから。ごちそうの話ありましたけど。餃子ちょうだい。普段あ、そういうことか。普段の野球でどういうものを食べていらっしゃったんですか。当時僕内装会社やってたんですけど、そこは提携してる食堂に行って食べれば1日500円負担してくれたんですね。自炊とかは。自炊やったことないです、うん、俺も、はい、あ、私も。いや、私はコックやってたから一応ね。え、ね、で、とかさん自分で飯炊けたんですか。俺コックさんだよ、お前料理人だよ。え、でも喫茶店でしょ。じゃあ喫茶店の後に料理屋さん、食堂みたいなとこ行って、うん、そこで習ったの。とんかつ揚げたり野菜炒め作ったりしてたんだ。とんかつは、そうなんすか。そうだよ。とんかつみたいな顔してるからね。それで俺結婚してさ、子供できて、じゃあ美味しいの作ってやるって作ったわけだよ、ね、自慢してパッと、はいはい、で娘が食べて、うん、まずいって、まあ、嫁はん食べて、うん、まずいって、それから作らなくなった。私は料理うまいんで、家族からたまにしか作らないですけど。料理作るの。大変でしょ。料理作る顔じゃないだろ。カレ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 って言ってな。カレ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 。何作るの。え、ラーメンとかうどんとか。ラーメン屋さんには負けるよな。そうでしょ。ラーメン屋さんには負ける。ラーメン屋のオーナーなんだから。そうだ、オーナーなんだから。社長なんだよ、ラーメン屋の。アルバイトってあったんですか。ああ、築地に行ってる人は何人かいたな。多かったですね。築地は朝早いけど、終わるの早いですからね。給料がいいんですよ。終わるのも早いし、うん、終わるの早い。また築地ってさ、そうそう、気前のいい社長がね、多いですよ、切符のいい人が。そう、だから試合の時もチケットいっぱい買ってくれたりね。そう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 、そういうね、気前のいい人が築地は本当にいいんだよ。築地にいっぱいいるよ、格闘家、ボクサーとかキックボクサーでいっぱいいるよね。だってパッキャオも働いてたんだから、築地で。本当ですか。本当だよ、本当に。徳之さんの話、いまいちこっちもんだからな。分かってんだよ。本当ですか。本当です。本当だ。大将も言ってたとか言うんじゃないか。大将もいないけど。大将もいないですよ。パッキャオ本当に実は豊洲に大将いたんだとか言ってたでしょ、なんか。そのパッキャオ絶対いないですよ。本当だな。じゃあいたらお前ら坊主だぞ。ただ坊主だぞ。どっちだ、言えるだ。たまたま1日2日手伝ったのは働いてたんだけど。違う違う違う。じゃあ1ヶ月以上働いたら坊主だぞ。坊主だぞ。嫌で嫌ですよ。じゃあ今度撮影の時全員坊主です。ていうか俺はもし外れたら、徳橋さん一生坊主ってるの。一生は嫌だ。10万で坊主だから。一生は嫌だよ。まだ。もし それからね。1年にしよう、1年。何1年坊主だったです。でも一生坊主じゃねえだろ。実際お前ら途中死んじゃったらどうすんだよ。俺それでも坊主なのか。実際に働いたって1ヶ月働いたって働いたって入んのかね。1ヶ月以上働いたら坊主だぞ。じゃあお前坊主だぞ。パッキャオが。おう、パッキャオがね。いつパッキャオが日本に来て、でどっか一時競泳に一時所属するかどうかっていう時、築地に勤めてたんだよ。それでよそのジムにこう通ったりして。なんてやつか。はい、坊主でもかけてないね。かけてないじゃん。かけろよ。お前自信あったんだろうが。あいつ俺おしっこ小水がなんだ。来たら逃げやがったぞ。おい、坂本戦を素晴らしくお前 KO した男がトイレに逃げたぞ。ありがとう、ありがとう。餃子ほんとちょっと調べてみ、パッキャオが築地にいましたか。調べてみて。まあ僕はあのね、小細工できないんで、うん、とにかく中に入る。まあ俺持ち上げるんですね。私もそれしか、ね、ガード上げて世界戦のほら健康診断とかあるじゃないですか。その時あっそれで終わりです。もう時効ですよ。そうだよ。